そういえば鬼滅の刃みんな見に行った？いや僕まだ行ってないんですよね。いや相当行きたいんだけど、なんかねツイッターかなんかで画像がやばいんですよ。映画館の混んでる画像、もう混んでる画像がやばくて、もうね映画館がね鬼滅の刃じゃなくてもう鬼滅の刃みたいな鬼滅の刃って言われてるんですけど、それを見てね僕は笑っちゃったんですけど、さあ始めていきましょう。みんなでバトルを起こす。これは下に落ちる感じかな。え全然わかんない、全然、あ分かったね、こういう感じか。で右で左で次下真ん中、オッケーオッケーオッケー。で次は、ええどういうことこれ。あなるほど、引っかからないけんパターンね。よしオッケーよし、ルイージとねいい勝負ですね。で次右で左でしょ、で右早い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 、みんなこれはこっちか。何これ、なるほどそういう入り方があるのね。オッケーオッケーオッケー。で次右でしょ、あ分かった分かった、これ左の右、ここちょっとこれ左だね、このブロックが空いてるところに行けばいいんだね。で次わかんないわかんない、全然わかんないこっちでいい、こっちでいい、オッケーオッケー。マリオ早いな、もう一個もう一個あって、ここここここよしオッケー。マリオ待って、マリオマリオ待って、うわーマリオあー悔しい。これ逆さま夜の地下、こんなんあるんだ。こんな感じのコースは初めてだね。えどうすればいいのこれ。待ってキラピア待ってって、ちょっと待って、これアイテムいる、これアイテム一応取っていく。なるほど、ちょっと待って、よしオッケー、鍵が手に入れてこのまま渡っていきます。わったったった、うわ難しい、これ難しい。あここゴールじゃん、やった勝ったねこれはちょっと逆さまだから難しかったな。柴犬欲しい、僕も欲しいよ。いやでも僕は犬より猫派なんです猫可愛いよね。さあこれ危ない、ここ危ない、うわいや滞空時間長かったからさ、このパックもいけると思ったんですけどいけんかったね。ここアイテムないでいい、みんなね、ノーアイテムでいける。これ被弾してもいいから渡っていきますか。オッケーオッケー、多分そろそろもう一回アイテムくれると思うんですよね。優しいコースでしょ、そういう優しいコースでしょ。キノピオは、キノピオいないね。うわここ、うわここマジ危ねえ、ここちょっと待ってこれちょっと待ってこれこれちょっと待ってこれこれ、うわもうなんだあいつ、なんだよこのバッグ、本当にもう結構鬱陶しいね。ちょっとファイヤー、ここファイヤーあったよね、これ取っていこうか。これでね蹴散らしていったら安全だと思うから、このファイヤー取っていきます。いやでももうゴールされるだろうな、どうなんだろうね。中間ポイントはまだみんな取ってないのかな。中間ポイント、うわ音がしたね今、中間ポイントの音しました。っていうことはやられてもみんな僕より先の方で復活できるからね、まだ全然抜けないね。うわ長いねこのコース。中間ポイントやっと取れたわ。ちょっと待って、あキノピオ帰ってきました。キノピオさっき独走状態じゃなかった、難しかったのかな。うわ危ねえ危ねえ危ねえしかもパラシュートつけてくれるのがね何気にありがたいで、ね、よしこれ右右、いや左だったな。よしこれキノピオ知ってるでしょ、これキノピオルート知ってるでしょ。うわ危ねえ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 、キノピオルート知ってんのにもうチビなのかい。もうそんなテクニックじゃ僕にはまだ勝てないですよ。えキノピコ、うわなんかブンブン落ちてきたね。うわこっちでいいかな、うわちょっとにちょ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 、いやうわフラッピーマリオ、フラッピーマリオ、フラッピーマリオ、え？あー分かった、 P 出るんだきっと、 P ってか風船出るんだね、風船出ると思ううわ出た出た、これもうこれ誰かに出させようよ、はい出してあげる。あ出ない、甘く出ないんだマリオ、おおおやったありがとう、このまま行きます。危ない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 、チチ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 、終わった終わった終わったスタートからやり直します。これゆっくり行こうかね、これゆっくり行きます僕、走ったらダメね、これゆっくり行った方がいいと思う。このままゆっくり行こう、左下で右、ゆっくり行きながらね、やっぱ今最後尾だから、うんちょっと急ぎながら行きますか。よしでこのままマリオ、そっかマリオ早く行って、あ待ってマリオごめんマリオごめんマリオマ
マリオごめん、マリオごめん、マリオ、マリオごめん、ナイス、ナイスマリオ、ありがとう。え、でもさ、これ終わった国？マリオ、これ、これあげる。あ、マリオもういないか。バネをね、向こうに投げてやろうと思ったけど、瞬間ポイント来た。え、なんこれ。なるほど、そこに風船出るのね。ちょっと待って、ちょいバネ邪魔だよ。いや僕が持ってきたんですけど。よし、オッケー、ちょっと追いつこ。よし、早めに行きましょう。オッケーで上で左。うわ待って、これいけない、これいけない、いや待って、キノピオ、キノピオ道連れにしてやろうと思ったんだけど、マリオ来てる、マリオ、マリオ、わあ、さっきね僕ちょっと邪魔したから、まあ、邪魔しません。うわあ、ちょっと待って、マリオやめろって、マリオ、マリオやめろって、もうマリオやめろって、もうもうクリアされたじゃん。またいるね、あの点点点点、あの点点点点の人マジ強いんだよね。点点点点キノピオだったね。このキノピオに負けないようにしよう。このキノピオに勝てばもう今日勝ちですよ。うわ、よし、これアイテム取っていくわ。え、これなんかさっきしたくないえ、さっきしたくない、このコース。え、こんなことあるんだ。ほらほらほら、え、さっきやったよねこのコースねえ、うわ、こんなことあるんだね。でもね、やってる人は違うだろうから、多分僕がね分かってると思うんですよね、コースを。ちょっと僕有利だよね。うわー危ねー、ここはマジアイテム必要なコースだから。よし、え、みんな早いね。コース知らないのにみんな早いな。で次どんどん登っていくところにさ、ドッスンがいっぱいいるんですよね。そのドッスンがいっぱいいるところがね結構鬼門だからね、ノーアイテムじゃ無理ですよ。ただあの中間ポイントを取ってでかくなってるからな。よし、オッケー、ナイス、一回も当たってない。そしてこれ左なんですよ。でここ左でどんどん登っていけばゴールがあるんですけど、うわ、今回あのキノピオ行ったっぽいね。よし、いけいけいけキノピオマジ速い。うわー、行かれた、絶対行かれたわこれキノピオ。ちょっと待って、キノピオ待って、もうすぐゴールだから、あ、それもうちょっとでゴールだから、やられて、やられて。うわ、これこっち、こっちなの、え、こっちでいいの、ちょっと待って。うわーなる、なるほど、よし、オッケー、でここで倒していきます。オッケー、うっ、よし、でこれ右行ったら勝てるでしょ。やった、勝ったこれ絶対勝ちや。オッケー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 、でこのまま渡っていきます。やったてんてんてんに勝ちましたよ。まあこれはコースを知ってるだけあってね、ちょっと有利だったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。